はい、それでは2回目塗っていきたいと思います。じゃあ足つった。なんでやこんな感じですね、うん、どのぐらい塗ればいいですかね。塗り重ねていく感じで。あれ、ついてなくない？しまった。早く換気扇オン。早く。あ、くせすいません。いいね、いいね。アドバイスとしては、はい、塗りにくいところ、例えばこういうカーブのところとか、うん、こういう彫りが深いところ、うんうん、こういう角を最初に塗っていくといいらしいです。なるほど。例えばここを塗りたいってなった時に、うん、こう塗るんじゃなくて、うん、こう内側をめがけて内側から当てていく感じです。このエッジの部分をやっぱ目立っちゃうので、はい、内側からこう塗っていくっていう。そうだ、あの、うん、この窓の縁とかも内側から塗るとエッジの部分が綺麗に塗られるので、あちょっと難しいけど、こう狭いからね。一回さ、乾かそうか。そうですね。いい感じじゃない？そうですね。2回目。うん。わあ、なんかいいね。3回目からもうちょっとベタ塗りでいいかもしれない。あ、そう？うん。さっきのテカテカみたいな。うん、垂れない程度のテカテカで。ちょっと。そう、気になるとこちょっと拭いたりとか。いいんじゃないですか？重くない？ね、彫りが深いエッジの部分がね、やっぱ薄く、どうしても薄くなりがちだから、うん、やっぱそうするとやっぱ缶スプレーとエアブラシで差が出ちゃうんでね、うん、それでは一旦乾かしましょう。時間かかるよこれ。時間かかるね。ちょっと変な汗かいた。はい、それでは3回目の塗りやっていきたいと思います。3回目はわりかしベタ塗りで、ベタ塗りで、はい、垂れない程度で。さあ、じゃあ何回目？4回目？うまいじゃん。うまくなってるね。はい、ではそれでは4回塗って、でちょっとザラザラしてるので、ほんと垂れる寸前のベタ塗りをやっていくんですけども、今まではこう20センチくらい離してさーっさーって吹いてましたけども、今度はちょっと地下10センチくらいの距離でシュッ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 とこう近くで塗っていきます。はい、はい、缶はね、もう2本でギリギリかもしれないね。うん、もうないね。じゃあやっていきましょう。はい、さあそれでは乾いたので、今度はねステッカーですね。これがあの元々のついてきたやつですね、このキットに。これと、あとね、まだあるんですよ。ですね。これ。はい。出ました。ブロックヘッドモーターズ。このステッカー、まあ黄色なんでちょっと使いどころわかんないんですけど、はい。ラディオガガステッカーとブロックヘッドモーターズのこの白のパターンと、こういうなんかスポンサー系のちょっとかわいいアメリカンなステッカー。これありますので、A子さんの好きなパターンでステッカーをね貼っていただければと思うんですけども、ブロックヘッドモーター仕様の代表例で言うとね、ワイルドワンオフローダー、かっこいいですよね、こういう貼り方、いい、うん、こういう感じのスタイル、うんうん、これでもいいですし、でまあね純正のステッカーでね決めてもいいですし、うんうん、
そこはお任せします。それも使って大丈夫です。使いたいなっていうのをちょっとまあ切り出して、切っていいよ、切っていい、どんどん切っていいです。はい、こう当てがってみ て、 っていう、そうそう、当てがってでもいいですし、うん、当てがって乗せてってみたいな、うん、こっちはどうやって貼るの？これは切ってベリッ、これ全部シールなんで、これこのシート自体が透明なシールで、透明です、これ透明です、これが透明で、はい、その上にこうなんていうのかな、印刷されてるっていうか、そう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 、だから好きな、そうそうそう、好きな形でこう四角く切れば、この四角くこうペリペリペリってその切った形に剥がれるっていうことですよね。うん、そうですね、っていうことだよね。はい、はい、そうです、切った形で剥がれます。でこの、そう、このあの文字のとこ以外は透明になってるからっていうことですよね、うん、そう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 、文字以外は透明です。はいはいはい、はい、わかりました、ということなので、うん、純正をね貼りたいんだよね、これ、うん、これはこのなんていうの、炎というか、うん、これは使いたくて、うん、あと他のとこはちょっと考えようかなと思ってます。じゃあ頑張ってください。はーい。